回これやってみてください。めちゃくちゃおすすめです。ほんまに。皆さんこんにちは、メイでーす。はい、今日はですね、この前ね、ホームセンターに行ってきたんですけれども、その時の購入品を紹介していきたいと思います。日常品のもの、消耗品か。日常で使う消耗品のものとか、あと、これほんまに良かったっていうものも紹介していきたいと思うので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは、スタート!はい、それではですね、まあまあ、日常で使うもの、こちらをこの前ね、紹介したと思うんですけど、ファオファです。柔軟剤を買ってきました。これほんまに安いんで、しっかり持ってくれるのでね、おすすめです。なんか洗った時のふわーっとした、なんていう、フローラルなんか、フローラルソープの香り、ファオファのフローラルソープの香りなんですけど、これはフローラルの香りなんか、なんかなんとも言えいい匂いがするので、いつもこれを使ってまーす。それでは、続いて、こちらキレイキレイです。はい。もうね、全然なくて、私の近くのドラッグストアに、行っても、もう全然ハンドソープがなかったので、もう本当にね、あってよかった。あってよかったです。私は泡石鹸を使ってるのでね、泡が出るタイプ、これを。キレイキレイを購入しました。殺菌。殺菌消毒ハンドソープ。無敵!うん。それでは、次は。はい、次はですね、こちら。ウェットシートですね。はい、フローリング用の。これももうなかったので、買ってきました。うん。まあまあまあ、ごく普通とした。なんか、どこのブランドなんかもよくわかんないんですけど。ライフレックス?わからないですけど、まあもう安いのを買いました。今回。はい、もう安いので十分だなと思って。購入しました。それでは、次はですね、まあ、ワンちゃん、飼ってない人は興味ないかもしれないですけど、はい、私の愛犬のフルちゃんのね、ご飯です。これがね、私のルルは全然何でも食べてくれるんですけど、実家のね、ララちゃん、ポメラニアのララちゃんがいるんですけど、もう結構ね、贅沢なものを食べてきたんだろうなという、ふくよかさの可愛いララっていうポメラニアがいるんですけど、その子はですね、あんまりね、こだわったものしか食べてくれなくて、多分こういうのはね、食べてくれないと思うんですけど、これがすごい好きで、そう、結構美味しいんですかね。でもそんなに高くなくて、100円以内で買えるものなんですよね。なんか他にも種類があるんですけど、はい。私はいつもこれを買ってます。はい。ルルはこれでもすごく喜んでくれます。こっちも全然美味しそうなんですけどね。なんか違うみたいですね。犬によっては。ワンちゃんによっては違うみたいです。次こちらね。ワンワンビスケット。なんかもともとビスケットをおやつであげてたんですけど、これはちっちゃなワンワンビスケット低脂肪って書いてるので、ちょっと試してみようと思って、食べてくれるかわからへんけど、まあルルやったら食べてくれるでしょう。はい、次は最後ルルちゃんのお菓子はこちらです。歯磨き専用ガム。はい、これルルが大好きなので、これね、食べてはる方多いんちゃうかな。ゴンタのおすすめって書いてる。ゴンタのおすすめ、あんまり大きいタイプはあるので、これはそんなに大きくないので、ルーちゃんは幸せそうにいつも食べてるので、これを買いました。続きましてこちらです。はい、 YS ハンドジェル、ハンドジェルです。消毒液がね、もう今テピカジェルがあるんですけど、もうそれがなくなりそうなので、次はこれを、買えてよかったです。アルコール配合水を使わない洗浄タイプジェル、
よかった。はい、見つかってよかったです。最近も消毒系とかアルコール系とか全然なくて、もうあったら買うようにしようと思います。はい、そしてですね、次は、パイプユニッシュでーす。はい、これ、まあ、その洗面台とか、そのキッチンの流しとかで、まあ、排水口の詰まりで、もう流れが悪いなと思ったらやるんですけど、今回ね、キッチンの排水口がもうほんまにどうしても流れなくて、で、本当はこれね、2本買ってたんですけど、もう1本半分残ってるやつが向こうにあるんですけど、それを一回使ったんですけど、なかなか直らなくて、そう。まあ普段はいつもこれを使ってるんですけど、もう今回のキッチンの排水口に関しては、ほんまに流れ悪すぎて、水道屋さんを呼んだんですよ。そしたら、油が詰まってるって言われて、そのまま捨てたことないし、と思いながら、で、なんか2万ぐらいかかるって言われたんですよ。2万ぐらいかかるって言われて、と思って、そう、このね、ご時世で2万はきついなと思って、ちょっと考えますって言ったんですけど、それでね、その後に追加で買いに行ったものがありまして、これがね、すごくおすすめです。こちら、こちら、ピーピースルー。これが、ほんまに最強で、これね、だいたい1900何本ぐらい？ネットで買うたらもうちょっと安いんですかね。まあ、2000円以内で買えるものなんですけど、これを使ったらほんまに、治りました。はい、頑固な詰まりも治ってくれたんですよ。そう。で、ほんまに、そう、これ本当に良くて、ほんまに良くて、2000円以内で治ったやん、と思って。これは最強でした。うん。なんか調べて、自分で治されへんかな、2万もかかって、2万払わないと治らんもんかな、これ、と思って、そんな特別なことをした記憶もないし、油のそのままなんか、捨てるなんてしたこともないし、なんでそんなこと起きんねやろうと思って、なんか自分でできるんちゃうかなと思って、まあね、その、パイプユニッシュじゃダメやったんですけど、ピーピースルーで治りました。なのでね、皆さん、これ一つあれば、排水口の詰まりは怖くないです。怖くないです。はい、なので、皆さんよかったらね、パイプユニッシュとかで、全然効かへんな、治らんなって思ったら、まあ、水道屋さん呼んで、めっちゃ高い値段とか言われたら、とりあえず、一回これやってみてください。めちゃくちゃおすすめです、ほんまに。はい。なんか水回りはね、詰まりやすいので、ね、頻繁に、まあ定期的にね、パイプユニッシュとか、まあこういうのしないとあかんっていうのを十分に、実感しました。はい。なので、こちら、皆さん今回のおすすめです。皆さん使ってみてください。はい、こんな感じでね、最近感動した出来事といったら、このピーピースルーです。はい、これが最後に、最後にね、お伝えしたかった、おすすめしたかったグッズになり、商品になります。はい。まあ、今日もそんなにね、そんなに、紹介するものも少なかったと思うんですけど、まあ、購入したら、こうやって紹介するの楽しいので、これからも、はい、やっていきたいと思います。はい。それでは今日はこの辺で終わります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。